なんかもうネット使ってそのまあ何ですか、分かりやすい言葉で言うと民主主義 2.0 っていうんですかね、分かんないけど、まあこね、ツイッターがこんだけ普及してるんで、なんかもうツイッター使ってみんなの意見ガンガン集めていけば、なんか偉そうにこっからなんかこれなんか3つの政策とかって言ってるよりものよりも全然いいものができると思うんですよ。だし質問、そのさっき言った 疑問を、小さな疑問を持つってすごい重要で、じゃあ なんで原発がダメなのかとか、そういった質問って絶対あるんですよ。別に原発いいじゃんっていう人もいるだろうし、原発なんで良くないのっていう人もいるし、だそういう例えばあとだ、まあこれは東京はあんま関係ないかもしれないですけど、ダンス規制法なんだっけ、だからありますよね、風営法、あれもなんでじゃあ踊っちゃいけないのって質問に答えられる人なんていないんですよ。だそういう小さな質問をみんなからどんどん集めていって、それに答える形で政策を作っていけば、これ超すごい政策できると思うんですよね。はい、で、まあそんな感じでその選挙とか政治とかそういったもの、そういった既存の仕組みシステムを、僕はやっぱインターネットの人間なのであえてこういう言葉を使うとハッキングって言うんですけども、そういった既存の選挙とか政治とかっていうシステムをハッキングする形で真っ向から戦うんじゃなく、無関心でいるわけでもなく、ハッキングする形、乗りこなしてその中で拡散することで、拡散することで、新しい動きを作っていくことができるんじゃないかなと思っていて、まあ、そういうその戦わない、まあ、優しい革命みたいなのを起こせたらすごく面白いなと思っています。で最後にもう言っていいですかで最後にまあね、こんだけの方々扱って、まあ、本当なんか申し訳ないんですけど、僕には知名度、他の陣営の方々みたいに知名度もお金も、ないですけども、まあ、優秀な少数ですけど優秀な仲間と、あとはやっぱさっき言ったようにそのインターネットの向こう側に、まあ、これを見ている人たちの向こう側に、このカメラの向こう側に、まあ、いろんな思いを抱えて生きている若い子たちが今いっぱいいるので、まあ、そういった子たちが応援団として、応援してくれればすごい、なんだろう、クラウド選挙対策本部じゃないけども、すごい人数の選挙対策本部ができるんじゃないかなって、それについてもいろんな今アイデアがあるので、まあ、とりあえずこの、選挙期間2週間弱か、ネットをど使い切ります。ネット使い切って、こんな選挙の仕方ってありなのっていうところまで持っていくので、まあ、それはちょっとお楽しみに。そうだ、ツーショット、はい、握手、立って握手でもらえます。こういうの、こういうの、こういうの、握手寄っていただいて、こういうの、ちょっと表情硬いですよ。この図を撮りたい。これでお願いします。真下お願いします。真下すんげえ笑顔で、ね、すんげえ笑顔、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごめん、入れてありましたらお願いします。すいません、こちらもお願いします。ありがとう。反対側、すいません。反対側で。はい。座って。はい。大体こんなもんですかね。お願いします。はい、ありがとうございます。どうもでした。どうでした。ありがとうございます。